ホッシーです。おはようございます。今日はね、これから石屋の最新情報、少し、読み上げていこうと思いますんで、どうかよろしくお願いします。いきます。まず一つ目。アルゼンチン、ね、税務署閉鎖だって、ミレイ、アルゼンチンの税務署を閉鎖ということで、これはミレイ政権ってなってるから、これは公だね。うん。AFIP は経済的自由を抑圧する不必要な官僚制度だと述べるということで、これ表のニュースでちゃんと出たみたいだね。これは確実にいい話だなと思います。次です。この、ブリックスの新通貨が公開されただよ。この間は、ブリックスペイが正式に発表だったんだけれど、今回はブリックスの新通貨ね、うん、が発表だよ。うん、すごい。プーチン大統領は満面の笑みで得意げに新通貨を見せびらかしているだって、うん。こちらの紙幣は100と表示された紙幣で5つのブリックス諸国。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの国旗が円形につながって描かれているだってさ。すごいね。裏面には複数の国旗が描かれていて、今後ブリックスに新たに参加する可能性のある国、メキシコ、エジプト、ナイジェリア、バーレーンの国旗と思われると。すごいね。これは、信じていいんじゃないかなと思うよ、これ。うん、じゃあ次。参考までということで、一応来たよ。読み上げるよ。明日アメリカ25日からデフコン1だって。なんだろう、デフコンって。EBS までに世界で段階的に、EBS アラートテストを実施だって。うん。EBS は以下の日程だって。アメリカ東部時間10月25日金曜日17時17分。日本時間10月26日土曜日6時17分。明日じゃん。上記のタイムラインで稼働しなかった場合、10月29日火曜日17時17分。日本時間10月30日水曜日6時17分だって。面白いね。ブラックスワンの株価暴落は EBS の日程に関係なく、10月28日月曜日を予定。これがブラックマンデーとなると。28日が EBS 期間中であれば、ニュースにはならない。10月29日 EBS テストの場合、株価暴落の翌日から株価暴落となる予定だ。アライアンス情報だ。いいね。でも楽しいと思うことはどんどんワクワクしながら受け入れよう。ね、うん。まずは楽しもう。楽しもう。うん。じゃあ次。なんとですね、石井浩樹さんが亡くなって、23回忌だって。早いね。これ、泉さんの、LINE というか、これはツイッターなのかな。石井浩樹さんの座右の銘は、不赦しみよ。身も命も含めて世の中のために尽くすんだという強い思いを、石井浩樹さんは持ち続けておられた。不正の追求、闇の解明、それが自分の使命なんだ、みたいな覚悟も感じられたと。10月25日は石井浩樹さんの命日、23回忌ということです。25日、本日ですね。ねえ、素晴らしかったね。じゃあ次。これは、次はね、
すでにトランプ氏の大統領就任式の準備のようだと。うん、これホワイトハウスなんだけどね。10月24日のワシントン DC、通常であれば、大統領開票後の12月ぐらいから準備が始まる就任式のステージがすでに準備と。1月就任ですからねと。10月なのに、国会議事堂の西側正面で、なんやら舞台が準備されている。だって言っててね、写真が載ってるね、写真が。うん。本当かどうか。うん。実際にね、行ってみてないからね。うん。次。まあ、日本の闇だね。日本の闇のニュース。三菱地所と三井、財閥が不動産利権を握りしめ、地上げ、地面師を使って、財閥の銀行とグルで、住宅ローンで日本国民を騙して、かつ上げ。エバーグランデに巨額の投資をしていた農林中金と年金機構が破綻するぞというコメントが来たね。これは確実だろうな。うん。次、最重要ということだね。世界が壊れるのはブリックス会議終了日10月24日。今日だ、今日。エバーグランデは24日の木曜日に株式市場から上場廃止だって。今日。中国の住宅市場の 90% を所有しているエバーグランデ。マジか。世界の住宅市場の暴落を引き起こす。25日、株価大暴落。日本の不動産業界も激震。今日だよ、今日。本当かな。まあ、楽しもう。うん、こういうニュースを見て楽しもう。次。これがいいよ。現実的でね。いくよ。これいいよ。これ読売新聞。与党過半数の攻防、自民党大苦戦、小選挙区130兆で接戦、立憲民主大幅増、国民民主も躍進と、読売終盤情勢ということだね。まあ、これは普通に皆さんがね、表のニュースで出てるから、普通に読んでもらえればわかるニュースなんで、これ以上言わないけど、とにかく今回は、自民、公明が惨敗と。で、公明党に関しては、10議席ぐらい減らすだろうというふうに言われてんだけど、橋本個人としては、公明党の議席はゼロ。公明党の議席ゼロになってもらえて。まあ、小選挙区は全部負けてほしいね。うん、個人的にはね。で、まあ、比例はしょうがないね。まあ、何議席か取ると思うんだけど、まあ、ゼロにはならない。うん。まあ、でも、いよいよ何か起きるね。今週末。そして来月と。金融の崩壊なのか、もしくは、株価。ね。何か起きる。うん。何か起きるぞ。楽しみだぞ。ワクワクしかない。で、大事なのは、とにかく、今、この瞬間、心、感情がワクワクしてるか、楽しんでるか、面白がってるか。あと一番大事なのは、常に感謝の気持ち。ああ、ありがたいな。うん、今日も平和な一日がスタートしたな。とにかく幸せだな。この感情に常に浸っていることが大事です。うん。ここが大事です。日本人のほとんどは、根底が恐怖なんです。心の底の底を見ていくと、ほとんどの日本人は恐怖で、それから発想が生まれてるんです。不安だ、恐れだ。だから、こう、未来が良くない、変なことが起きる、天変地異が起きるっていう
情報に意識がどうしても引っ張られるんだけど、もうこの根底にある感情の恐怖をいかにしてこう取り除いていくか、ね、外していくか、ね、手放していくか、まあ、表現何でもいいよ何でもいいけど、これを一人一人が内観をして先進をして本当にクリアリングする、もうここだけだからね。それから二つ目は、もう宇宙にはいいも悪いもない、善も悪もないね。だから絶対にね、この人はダメだとか、この人はいいとかっていうようなこのジャッジ、このジャッジからもう卒業、卒業だよ。うん。ね。その先にあるのは悟りしかないから、ね。愛一元しかない。ね。ということで、ハッシーの、最新情報でした。イエーイ。